どーもロシングルテスト、ルーム3、続きをやっていきましょう。天文台ステージですね。牢屋が開いたので、奥へと進もうか。おっと、屋外だね。あ、日時計だ。知ってます。これ日時計でしょ。僕は知ってるんだなおうん。なんだって僕は知ってんだ。とりあえずヒント来たから、見てみようか。中庭の台座、巨大な日時計の近くを調べてみよう。優しい。いきなり優しいね。 これかな日時計おい見れねえじゃねえかこれか調べようっつって調べても何も見れねえってどういうことだい日時計が触れねえじゃねえか、ま、とりあえずこれ触るかこれは何だあはいゲットこれ何これパズルだ雨 雨のように見えるね <laughs> 三角だからまあ9通りのパターンを調べりゃいいだけっていうねただまあそんなの思わんないんでちゃんと答えを解きたいけどもん ?WSE ってことはノースを当てればいいのかなこうじゃない違う北北はどっちだい きたえっ、ー、と、6な、ああ、じゃあ、きた、こっちでしょう。あ、はいえ、歯車ーー、音がうるせえ。星だ、絵を合わせろってやつえっ、ー、と、星、星、あんはい、からの子。おおお電気が流れ込んで、ネオンが光る。光らない。 ネオン付きってちょっと趣味悪くないと思うんだが開いたさらにゲット組み合わせるでもなさそうだなうん四角と丸ゲットですそしてここにヒントがあるんじゃないか違うなあ,、はあはあはあははあ、はなるほど確かに これかこれなのか違うちょ何なんだこれなぜ降りないんだ <laughs> ピタッて止まるんだよなここでイライラすんなそんなことあるあ降りるんかいただの角度不足の不具合意味わかんねえやめてほしいおなんだこれ天球儀 ン、押せる押せない。うんまだですね。これゲットしておこうか。うんうん。もう調べられない。あとはまあ扉だね。扉を開くためにこの謎のスイッチ。全く使い方がわからないが。一旦もう一回中庭に出ましょうか。 いや分かんねえな日時計関係あるんかあなんか下に下あるぞこれか違う棒をぶっ込む感じがするねあとこれ多分ここに多分これのヒントが出るんだなきっとな 日時計日時計日時計これかはいえーと3あはあはああああ,あ動いちゃった動いちゃった動いちゃったわかんねい <laughs> こうかな来た来た来たえ押す押すのか ?3 が いやマッチでわかんねいなんだなんだなんだスライドうおわすげえ裏返ったうおーすげえなんだこれまずはこれこれはあはあはあえわかんねい これ、どっかに使うはい。あ、正解。あ、外せる。四角。あん。パーツを組み替えて。いけんじゃないうーんと、こうやって。あ、そういうことか。はいはいはい。ギアの動力を。きた三角。えーと、そしたら、この動力を。 よいしょこれで動力がまた別のギミックを稼働させるクランクハンドルおんはいはいはい星型だ来たえこれはこれでいいのか星型ハンドル多分これだねほい 回して開いてアンイントリケイドオーブオーブを開こうかよいしょカシャ引き抜いてブラスハンドルさらに中にはアンオーブウィザーソケットソケットこのソケットも気になるねこれもこれで なんか、すっごい綺麗だね。多分光を透過させるとかそういう力があるんじゃないあ、スライド。うわおもろ変形する鍵だテンション上がらう。ここの謎がまだ解けない。またここかええー、と、使えるところ、これか はいはいはいえー、っとで真ん中にずらして回して動力を伝える今度はそっち側が開いて天球儀が稼働する超巨大これ中入ったら危なくない危険だよ挟まれちゃうよ欲しい ピラミッド欲しい。いやいや。ってわけで、天球機をどうにかするって感じだね。There's a planet missing.1 個足りねえよって、ここに何かを挟み込む。でもこれじゃないよな。地球地球側は。うわすげえなんこれなんこれちょ待って待って待って。なんか変なんなった。 勝ちになったえー、ちょっと待って <laughs> はいはいえー、南極大陸オーストラリアかオーストラリア <noise> なんか違うああった固まった 押します。なんかちょっと違うように見えたけどあメタルキャスティングうんおおおおおおお動き始めた地球が回った天動説から地動説へあ謎が1個解けましたねこれは星の S これ関係あんのかあ分かったわはいえっと上が雨でしょ上が雨みたいなやつ真ん中がはい6の逆みたいなやつこれだねはいあった挟む 入れる何かが飛び出る。いや、私が逆に入っていくパターン。ぬおーんまたもや天球儀的な。これしかねえ。はて、ポチる。これか違うな。ポチ回す。はいはいはい。OK! いただこうーい あ、ストーンカービング。これでいいのかなこれはどう。なんて強引なパズルだ謎解きはこれで終わりさあ残り2つの謎を解きたいところですね。この天球儀のさ。これは。よいしょ。これで押せば。 謎はまた一つ解けるんじゃない金星か。金星が動く。金星の雲は全部酸性なので人が住める環境ではないらしいですね。えー、星 S、真ん中抜いて、押すマーク。あと1個。水星かな水星を触ればいいのかなうん。ポチンヌ。違う。スライドンヌでした。はい。 ガードされた、押す動くさあさあどうなる最後のあと1個が分かればいいあえはあなんだこれあれレンズカバーほい違うえレンズカバー うんうん、とりあえずこれだけ写真撮っとく <laughs> 覚えとくのめんどくさいから多分あの望遠鏡のところかな望遠鏡のところに一った戻んのかなレンズカバーってことはどうですかやっぱり今は何も見えないこの六角形をはめるのもやりたいね。 あれちょ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 ,ちょこんなんなってたっけえなんだこれあこれかこれはこれかわあカシャンスイッチオン裏返ってコントロールパネルが開くなんだこれあ動かす的な オッケーただルールがわからない。<laughs> え、見た感じああ、はいはい。えっと。で、黄色はこれで。ふう、長かった。 オッケーここの扉は完璧に解いた。これは何ですか犬を。ポチンヌ ?This looks like need power. 力が足りねえ。あでもこれとこれ同じだね。なんだこれを S ですね。S。S ある ?S。ああ、たったったたた。はいはい。これでしょ で、こっちが「愛」がテレコだからこれですねでなんだこりゃあん、うんえああああわかったえっと押すマークですはいでこの角度に合うように入れてあげる 火星には文明があったんだ電源があっちに流れ込んだ。あの機械動きそう来た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 パワーチャージだからといって何だってんだいあんこれ惑星だね。惑星図だね。すげえこういうのもあんだね。立体的になった。 さてヒントはないのかいないんだねヒントはないんだね本当にあんああ、これかもっともっと左もっと左左近い近い近いどこ言って下、下だはいもうちょいこっち こっち、こっち、こっち。どれだこれだ見えた見えたあーこれです先生博士立てますえこれでしょなんだおおおおあーんなぞれとはい。えっ、ー、と、こうやって、こうかな 何この仕組みすごいねあ止まったはいじゃあ次探しますこう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 はい さあ、ラスト1個見ましょう <laughs>、うん、えー、真ん中からちょっと待ってねよいしょほいほいゲッツああ中に入れって それは地球じゃねえここ別の文明がある別の惑星だああ僕が行けばいいんですかえなんだわからねえ <laughs> すげえ急にウィザードリー始まりました <laughs> 心の中でウィザードリーのあのテーマ曲が流れてますよ おい、楽しいマジか普通に迷路だな。M。M じゃない。これは星座ですね。<noise> 全星座をゲットしたらいいのかわあ あと2つだねこれは多分行動12級は本当覚えづらいですよねオッケー謎解き完了どうなんだいどうなってんだい私を導いてくれるっていうのかい オンゲットアンオーブほうこれはもちろんポチンヌだろあこれははめてからポチンヌかなオッケー急いで火時計の中庭へ戻りましょうこれだろ君が欲しがってたやつは平、うわー気持ち悪いこれはこれでまた一つ謎を解けってのかい なんだこの中には何がああ。複雑回帰。なんだこりゃ。はあやっばわかんねああ。ロック、ロックと解除を繰り返して。はあ。 来た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 うわー操作がわかりずれあのどこをどうしたらどう動くのかが本当トわかんないからやめてほしいいつだってちゃんと触れるようにしてほしいはい来たポチンヌ回れ回れ回れ私のためにこの星を回れ

あなたの忍耐強さは称賛に値する。その一歩一歩があなたを自由へと近づけるのか。それとも、この、もつれた迷路の奥深くへと誘うのか。てなわけで今回は、この辺で終わっておきましょう。いやー、難しい。難しいおもろ。だが、解けない謎はないんだ。面白いと思った方は、評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。次回お楽しみに。アリベデルチ。